ない。完全にスマホ見ちゃって、ふらーっと動いちゃってます。運転にほぼ集中できていないです。スマホをじーっと見ながら運転しております。前の軽自動車さん。左手にスマホ。もう完全に見てます。ふらついてます。めちゃくちゃ怖いですよ。まあ守るようにね、行くしかないかなと。まだ見てます。はい、このカーブになってもスマホ握ってます。危ない、ほら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 、事故る事故る。ほれ、見た今の。危ない、ほら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 、事故る事故る。ほれ、見た今の。危ない、ほら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 、事故る事故る。ほれ、見た今の。これがね、ながらスマホ運転の危険なところですね。全く運転に集中できてないです。今ね、本当に大回りになっちゃって、危うく中央帯と接触事故ですよ。まだ見てますね。やばいっすよ。まだ見てます。もう3分ぐらいね、左手に持って見てますよ。で、スマホ覗き込みながら片手でハンドル握って、すっごいおぼつかない運転になってます。めちゃくちゃ怖い。まだ見てますよ。これで交差点2回目突っ込んでいくの。これ信号見えてんのかな。めちゃくちゃ怖いですよ、後ろ走ってて。めっちゃおぼつかない運転になってます。フラフラするし、もう居眠りとほぼ同等。正直めっちゃ怖いっす。はい、また信号来ますよ。あー、赤ですけど、これ行っちゃうね。行っちゃうよ、この人。はい、もう完全に赤なのに、ながらスマホで行っちゃいました。めっちゃ危ないっすよ。はい、もう3秒、赤になって3秒ぐらいはあったと思うんですけど、もうスマホ見ながら行っちゃいましたよ、今のケアの方。もう3分ぐらい、ずーっとこんな状態。こんな状態。もう全然運転に集中できてないというかね。あの左カーブ、大きな左カーブありましたよね。あそこなんかも大きく膨らんで、あわや中央帯と接触ですよ、ドーンと。まあ恐ろしくてね、まあ、後ろを守るようにね走ってみたんですけど、どうかね、ながらスマホ、これも絶対ダメですからね、これね。本当に危険なんでね、どうか安全運転でね、そんなことしないで安全運転で行ってください。